どうも、山菜採りハンター、武士田でございます。今日はですね、近郊のタケノコとわらび採りに行きました。どんな感じになっているかと言いますと、私がいるところはこんな感じです。こんな今、笹やぶに入っていくわけなんですが、笹やぶの手前に、こんなもう人入んないんでね、わらびがもう、こんな太いわらびがボンボンなってるわけで。めっちゃわらびやね。手に入らないとこ結構なって、これって塩、立ち塩でじゃないですかね。ちょっとこれ絶対そうだね。あ、ちょっときつい、きついすぎた。今日はですね、タケノコ山菜採りおじさんという方の動画を参考にして、札幌周辺の、別の場所だと思いますけど、全くタケノコ採り様子見に来ました。で、今これは多分一番最初に出てきたやつかな。ちっちゃいけどもらいます。こっちまだそこそこ良さそうなの。やっぱりちょっとニセコの方にタケノコに比べたら全然細いけど、まあでも全然いいかなってな感じで、ちょっとどんどん撮っていきたいと思います。いいのあったらちょっと動画撮します。とも、太いよ。ずっといやつばっかりですね。うど好き。ちゃんと中が綺麗なやつで、曲がりだけでした。